っとして逃げたのかなってなって追いかけるんだけども、その頃はユングフラウというか、その彗星の、アルプスの山脈をもう越えちゃってて、トラップ家は無事アンバンザイで逃げたと。つまりそれもやっぱり嫌なとこから逃げる、放射能の危険から逃げると私は全く思った。その3つが今回のハーメリオンプロジェクトのイメージだったんです。はい、ここにはまあジュリー・アンドリュースのそれは書かなかったんですけども、その3つが私の頭の中にむにゃーんと動いてて、でその中で名前はハーメルンプロジェクト、晴れのち曇り、ピクニックっていうのがあって、こういった形で、だからもしかしてハーメルンプロジェクトができてしまったっていうのは、もうすぐ近くとんでもなく国が壊れる可能性も、ちょうどさっき言ったようにショープロンのヨーロッパピクニックは3ヶ月後にベルリンの壁に崩壊しました。多分今なんかとても大きな価値観が変わる状態になってるんじゃないのかな。西山さんも河内村の本庁舎とかじゃなくて新しい国の首相になりなさいとかいう状況にひょっとしたら今なってるんです。実はそのぐらい今私たちはすごい不安定な状況で、バカ野郎って笑うこともできるかもしれないけども、今日まであったことが2ヶ月後3ヶ月後の私は続くとは実は思ってません。何がコロッと変わるかっていうのが、変わるときって突然無秩序に変わるんですよ。その間には積み重ねがあって変わるっていうのがあるんですよ。やっぱり その準備ができたところで変わる。まあそういう部分もありますよね、でもその準備ってのが一体何なのかなと、一人一人に不満だったり、あるいは逆に言うと西山さん自身は感じてないと思うんですけども、いや自分はね河内村の村長に立候補するんだとか、つまりそういうことがいろいろ変わることの要因に、遠い要因になってるわけですよね。直接的ではないかもしれない。それぐらい今世の中って変わってくるんじゃないのかな、はい、あってもおかしくないんだろうな。で今ね民主主義の中でこんなことが行われたので、いわゆるビロード革命じゃないんだけども、なんかそんな形で世の中が変わってくる。だって今も政府ってはっきり言ってね信用されてないんですよ。政府を信用してるのは NHK と朝日と毎日と読売ぐらいですよ。はい、私の中でね、そういったのでね、こういうふうに一つの人を交通事件を受けたのが、最近記憶がなくてもそれに向かって、記憶が国と政府は隠蔽で、そういうのをあるべきだったから、でも、その裁判に、これも一つのね、何かの変わる中の一つだなっていうのを私は感じたんですよ。いろんなところで今までの価値観が進まなくなってるんですよ。うん、そうそれは新しい何かが生まれてきてるんですよ。よほどの人じゃないとそれ気づかないんだけども。だからなんかこうね、そしたら私はもし村長になった場合、それをまた、ね、受け入れながらできるなっていうので、もしかしたら村長じゃ OK なんじゃないかなっていう後押しを感じた。逆にね、だからいや村長になったけど3日で日本という国がなくなったらば河内村の村長って意味がなくなるじゃないですか。でもだから逆に、うん、そこで、新しい展開を経て、いや、次の国の中でね、でごめん、たまたま狭いから口元全部もらうわと、とりあえずね、だってもう、佐藤雄平知事っていうのが意味がなくなってくるんだから、そこでいきなり手挙げてさ、やるわっていう、もうそうなってくると、なんかやるわってやつが勝ちなんですね、多分ね、なんかね、その可能性ってことはすごくでかいと思ってます、今。
だからその私も例えばね、こうやって離婚って例えばなったとする、そしたら何かまた変わって、うん、それ、うん、石田さんの言ってることと似てるんだけど、ね、同じなんだけど、はいはい、また何か次の段階に変わるんじゃないかなって、その人はまた違うね、もしかしたらもうそれでおしまいかもしれないけど、次の段階に、またいけないかもしれないけど、何かがまた次の段階に進むものがあるんだ、なんか、なんか楽しいですよね、それ。楽しいでしょ落ち込んでる場合じゃないだからね、あのすごくこうあの希望っていうか大変なんだけど、そういう楽しみをこう感じながらやっていけるなっていうところ、なんかそのちょっとしたことがね、あれと思う感じ。私たちは大きな時代の節目に今行ってる歴史の商品、はい、とても感じてる。だから原発の事故も変わる節目の一つの出来事だよね。西山さん、横を気に入って二人で蹴ってきますだ、だ、抱きかかえてきましょうか。もうかわいいかわいいありがとうねってそしたら横を気まま、るでしょう。じゃあ感謝すれば収まらないよ。こんな状況ですよ今。今まで勉強してくれてありがとうって言えばどうだったかおやけどごめんなよ、このまま灰色になっていいかな本当にね、何がどうなるか明日のことは分からないけども、やれることをやる、ね、まあ、2012年はないとて何回、うん、なんかあるんだけどね、はい、なんか平成24年はないんじゃないかなと思ってますよね。私新しい世界だね、はい、きっと、うん、何かが終わるけど何かが始まる、うん、こんな歌ったな、例えば何かな、何かが入ってくる。なんか柴田さん似合いますよ、そこにいると。やりますからね、僕。このやるんじゃないですか、ここ。うん、だからこう、希望を持ってやっていく。大変なこと。もう今までのシステムがずっとやってきたのが、おかしかったんだけども、誰も声を上げることができなくて、うん、まあ当然やりたい放題にやってきてきたのが、もうダメになったのが今回の原発問題ですよね。はい、いろいろ見えてきたし、うん、あれがなければ見えてこなかった、うん、もうやれないんだろうなと、うん、でそこに流れていく人とこちらは分かれていったっていうところで、うん、また何かこうね、ああすごいところにいるんだな、私らは。はい、とんでもないところに。まあ心置きなく人生を終えることができるな、5年ぐらい先になったら何も心残りありませんって言えるかも、うん、用事のある人は生かされてます、はい、用事のある人は生かされてますよ、ね、ああそうね、まあ、芸能人に例えても、うん、今年バタバタ死んでますよね、ご苦労さんっつって、やっぱりこう今襟分けの時、うん、寄り分けの時、うん、一番だからテレビで活躍した人なんていうのはテレビがなくなんだからさっさといなくなりますよね。で山本太郎なんかある意味では生き残れるんですよ、つまりテレビの世界からこだされたから、うん、逆の時、逆の意味で、逆にね、今度はやっぱり必要なものを、必要なもの、何が一番必要かっていうものが分かってる人が残る、うん、だよね。なんか
もうそろそろやっぱりね、今まで戦後の、ね、ずっと続けてます、ね、翔太郎が作ってきた世界はもう終わりですよ。私たちはとてつもない時代の変わり身にいるんじゃないかな、というか、います、間違いなく。それがだから私もそういうことをさっき言ったようなところで、こういろんなところをこう節目節目って見たときに、私は今の時代を直感的にさっき言ったように3つの言葉で感じたんです、はい。ハーメルンの笛吹き男、ヨーロピアンピクニックプラン、そしてサウンドオブミュージック、この3つ共通するものが、はい、それでこれが始まったっていうか、そうです、その 勘でやったわけね、はいはいはい、やっぱりそういうふうにこう与えられるんだよね、うん、こうなんだよっていうものが、うん、与えられて、それを素直に受け取った、聞いてみると、なんか整合性取れてるって言ってることは、うん、なるほど、なんと、うん、思いは分かります、うん、だからその人に与えられたものっていうのは、その人の持ってるものに与えられるんだけど、やっぱりそれを与えられてるのは、やっぱり必要じゃないかなと思いますよ、うんうん、でもその感性っていうのはすごいよね、やっぱりその感をどのように感じるか、受け入れるか、それを乗り過ごしちゃったんだったら、うん、ね、感性を受け入れなかったらば、つまんないよね、うん、感想にでよかったのかもしれない。そこで、そこの感がちょっとな。あ、そうだな。あ、感想にもね、意見は同じだから、必要な、だから浜岡止めたという意味ではとても良かったです、はい、あの人はあの人なりの役割があったと、うん、いうことなんだよね、うん、まあ何が善で何が悪かわからんけど、人それぞれそれなりの役目があって、ハーメルね、これは誰が出たのって何言ったの、自分で、いや、これあの滝田さんの旦那さんの、うん、最後楽しくやらなきゃいけないんだね、うん、でもイケてるじゃないですか、あのアニメキャラクターの似顔絵、あ、ねえ、うん、あれいいね、うん、あれ誰やったんですか、あれ、誰かやってくれた、いやいや、違うの、やっぱりプロだったね、あの気が付いたらプロの人だったっていうふうに思って、頼んでくれたんだけど、メガネバージョンで行くことって今度は、そうだ、このさっきのカメラプロジェクトのジョイントチームので、うん、あのこうなんか麦わら帽子かぶって女の子がこう目だけ見えて、こうそれがあるのね、うん、あれは最初は木田さんという方が少年が麦わら帽子をかぶってるイメージで、藤井さんという人に、藤井さんってまあイラストレーターね、頼んだんだって、そこはなんかこう、なんかちょっとした手違いでもって、木田さんは男の子の麦わら帽子だったのが、藤井さんは結構人間そうなの、女の子の麦わら帽子に受け止めちゃって、でそれがこの前、うち、まあ、アンジュって娘連れてって木田さんのところに行ったら、木田さんはアンジュを見た瞬間に、あ、これはその藤井さんが描いてくれた絵の女の子なんだなと、で木田さんはずっと男の子だと思ってたらば、うちの娘を見て、あ、これはアンジュ、アンちゃんので、まあ、木田さんにとってたまたまあのイラストとうちのアンジュをこうパッとリンクしちゃって一緒になっちゃって、で木田さん自身も のそういうふうな子が目の前に現れたのがとてもびっくりしたわけですよね。これね、すごくね、そういうとこがね、イメージがバンと出てきちゃって、そうそうそう、うん、でうちのでなんかもうその天使みたいな子だって木田さんが言うから、あ、木田さん、あのね、いや、天使みたいな子ってうち天使なんだよと、うちアンジュって言うんだけども英語で言うとエンジェルなんだと、でうちはエンジェルをフランス語読みして、フランス語だとアンジュって言うんだけども、そのアンジュで、それを私は守るって武漢森に住んですよね、その名前を娘にあげたかったけど
守るにこうつけて森子だと多分何考えてんのかお父さんね。いくらね、あのね、57歳で産んだからって言ってね、森子はないでしょうと。もうちょっとね、もうちょっといい名前つけなさいって多分言われそうな気がしたのね。それは私もあってね、でこの守るのがもうグッて上げたのね。グッと上げた、上げてここちょっと空間作ったね。あ女でここに女を入れて、あん、あとこう寿きですんね。でアンジュって、そう、アンジュって実は名前は守るが入ってるの、しっかり。なるほど、アンの中に牛がこうだから、守るが入ってる。で上下で娘を守ってあげようっていうことで、結構私常にいろんなところで結構凝ってるんです、さりげなく。おお、すごい名前がまたね。そうです、それでエンジェルがアンジュになって、木田さんにうちの娘はエンジェルそのままだよっつったら、やっぱ彼もびっくりして、って感じで、そういうなんかね、今回全てはっきり言って準備されてます。準備されてるの、用意したんじゃなくて、もうそういう風になってるんですよ、ね、ただ、なってる上をトン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 って私はなぞらえてるだけなんで、そういう運というか役割というか、ね、そうですね、はい、多分あると思うんだ、生まれた時からなんかね、でもそういうのを感じるかどうかだよ ね、これはここでしか言わないんだけども、もし日本という国、世界という市が変わるとしたら、うちの息子は死ぬかもしれないと思っています。それはうちの息子は世界に対して生贄になるんだろうと思う、そこまで私は思っています。それでもいいと思っている、まさしく真人っていうのは老子が言う言葉で言うと死んだ人なんだよ。真人ってあのこう死ぬ神の人、うちの息子は神の平、神でも上の字がちょん、じゃなくて火ですね、火なのね、火ですよね、こうね、火になって、まあ、こう、あのね、こうね、できればそのような大きな運命の中でうちの子供は生きていただきたいとは思わないんだけども、まあ、それはそれなのかなっていうふうに思っちゃう。覚悟は半分以上はしてるよね、だから、まあ似たような私も思いはあるんだけど、それでも、まあ、悲しまないようにしようと思ってる。それが運命だとしたら、それで良しにしなければいけないし、ね、まあ悲しいとかどうのこのよりも人類のそのものを考えたらなんてことはないって言うわけじゃないけど、それも覚悟の上でしなきゃいけないなと思ってるから、だから私もあえて強制的にはねしない。その辺のはちょっとわからないかもしれないんだけど、まあ本人聞いたらびっくりすると思うんだ、そういうことは。でも親としてはそういう覚悟はしとかなきゃいけないなと思ってる、親としてはね。だからまあ、そうならないためには自分がじゃいかに自分の子供だけではなくて周りをね、こう作っていって、息子も一緒に多分、ね、こうなるかな。したるべき運命ってワンチャンスで変えることはできるような気がするんだね。それは親のやり方もあると思うの、はい、その気持ちの持ち方とやり方と、それによってこう生き残るかこっちになるかっていうのはあるのか。もしかしたらうちのそのアンジュって天使っていう意味なんだけども、娘がもしかしたらお兄ちゃんのことを守ってくれるかもしれないなっていう期待もあるよね、私の中に。これはもう神の水知るだから、私がジタバタしてどうのこうのじゃないから、やっぱり、状況を受け止めるしかないだろうなと思ってます。うちの息子が長生きする運命にあれば多分長生きするんだ、だからある意味その人の運命っていうのは決めて生まれてくるんだけど、でも
それは変わることはできるんだよね、その思い一つでは、うん、ただあとはもう人間の一生っていうのはほんの宇宙から比べ考えたら天のようなものや、たったの何億年の中の100年だから、またもう繰り返し輪廻転生ね、転生するんだったら、だってもう100、100、ね、うん、1年も10、100年も同じだなっていう考えになった方が楽だ。300年経ったらば、ここでこうやってることっていう記録は、間違いなく消えてます。うん、だからね。そう。だから逆に言うと、私たち一人のこう人間ってなんかとても大きく思ってるんだ、私人間の命って小さなありと大して変わんないだろうと謙虚な意味では思ってますよね、うん、そうね、うん、あの宇宙から見たらそうそうそう、うん、本当にこんな人生なんだよね、そうありがとうって言ってさ、うん、私たちが潰す気になったらいつでも潰せるわけですよね、うん、まあ、そんなところで人って生きてるのかなっては思うんだけどね。だからそのね、10年生きるか100年生きるか大して変わらないなって思いもありますよね、うんうんうん、だから覚悟を持って、まあその愛情とかね、あのこういう気持ち的なのはいろいろあるけど、うん、それはそれで、まあどういうふうに受け止めるかね。ちょっとあのもうなんかこうそういう考えると人間ってなんだろうどういう意味でこの世にいるんだろうか、尊重やってる場合じゃないよとか思っちゃう選挙が何なのとか、ね、何なのそれはとか選挙からせが何なのそんなの何なのそれって、ね、なんそれとこんなちっぽけなことで騒いでるわと思っちゃうよね、うん、でもやっぱり与えられたものにちょっと、まあ、真面目に取り組むというか、うん、あ、うん、真面目に取り組むって多少いっちゃもんつけるぐらいでね、うん、それがそれで一つの何ですかね面白いよね、でも人間ってね、どこから生きてきてどこかにどこに行くのかって考えると、そろそろ寝ますかんじゃね、こんな時間になっちゃって。